A クラス B クラス卒業公演百鬼天の鬼を開演いたします。最後までごゆっくりご覧くださいませ。それはともこの担当、これは編集コピよ。香織は編集長だもんね。いろいろ大変ね。それよりよしみ、4コマ漫画できた？もう少しよ。今4コマ目を考えているところ。どれがいいかな。やっぱりこれかな。一番かわいいし。どれ？これって2匹しか写ってないじゃん。生まれたのは3匹よ。3匹のひよこが生まれましたって記事なのに。2匹じゃおかしいじゃん。だって可愛いんだもん。あら、新聞は正確な情報を読者に伝えないといけないのよ。そうですよね、香織先輩。その通り。私たちが卒業してもその精神を忘れないで頑張ってね。はーい。ミキ、頼むよ。次期編集長。はい。あら、その可愛い写真貸して。私がイラストで描いてあげる。どこにイラスト入れるの？この生き物ばかり飼育日記の文字の中に隙間ができるから、そこに書いてあげるわ。じゃあ可愛くね。レイ、可愛くなかったらボツよ。分かってるわよ。これが最後の学校新聞か。何かこう組み上げてくるものがあるわね。組み上げてくるものって何ですか？え、何？だから何かを組み上げてくるんですよね。それは何なんですか？それはこう、なんていうか、悲しいのか嬉しいのか、そういう感情がさ、ほら、組み上げてくるんじゃないよ。こみ上げてくるの。感情が急に湧き出して胸の奥から喉へ上がってくるような感覚のこと。そういうこと。遅いよともこ。ごめんごめん、すぐらからこれだけ読んでおこうと思ってね。図書室から借りてきた。あと1週間で卒業よ。そんなにたくさん読めるの？これくらいは一晩で読めるわ。一晩だって。すごい。ともこの読むスピードとんでもなく速いからね。私だったら1ヶ月はかかるわ。漫画だと徹夜しても読んじゃうけど。3年の時、読誌に見せられて卒業までに図書室の本を全部読もうと思って頑張ったけど、さすがに無理だったわ。そりゃそうでしたら、あんだけの本全部読もうなんて。半分しか読めなかった。そんなに読んだの？すごい、信じられない。さあ、週明けの月曜日には発行よ。時間もそんなにないから、各自担当の記事をしっかり仕上げてね。はーい。ともこ、卒業の特集記事はできた？うん。取材もうまくいったし、記事の原稿も書けたわよ。それより、あれはどうする？あれね、まだ決まってない。何よあれって。いつものあれよ、我が町の事件簿のコラム。ふもと町用の探偵クラブが身近な謎を解決します。新聞部は仮の姿で、本当は探偵クラブなんですよね。そうよ。まともな探偵以外は来たことないけど、ああ、最後だし、何か大きな謎に挑戦したい。ゆう、まい、どうしたの？私たち、頼みがあるんです。いいよ、私たちにできることなら任せてちょうだい。で、どんな頼み？連れ帰っている子が昨日から帰ってこないんです。昨日地震があったでしょ、3時ごろ。あんまり揺れなかったけど、地鳴りでびっくりして、うちから飛び出してどっか行っちゃったんです。地震なんてあった？気がつかなかったわね。それで？家族で近所を探したんですけど、見つからなくて、それで舞ちゃんに相談して2人で目撃情報を聞いて回ったんです。そしたら、炭焼きの梅蔵さんが炭焼き小屋の裏を山の方へ行ったのを見たらしいんです。どんな猫？ミケです。赤い首輪をしているからすぐわかります。これが写真です。モモって言います。モモちゃんね。わあ、かわいい。梅蔵さんが見た猫ってモモに間違いないの？はい、近くに寄ってきたんですって。梅蔵さんがおいでおいでって言ったら、いやーって言って逃げていったらしいんです。赤い首輪もしっかり見たと。あんたんとこの猫、いやーって鳴くの？いいえ、にゃーです。だろうね。そんな分かりやすくキャッスル猫なんて聞いたことないわ。梅蔵さん、話を持ったわね。でも炭焼き小屋の裏って言ったらあの山でしょ。だから探しに行けなくて。あの山？百鬼山よ。人食い鬼が出るから絶対子供は入っちゃダメなんだって。人食い鬼？怖い。大人は大丈夫なんですか？どうして子供だけ入っちゃダメなんですか？子供の肉は美味しいんだってうちのおじいちゃんが言ってた。山の中に鬼首が池っていう池があって、そのほとりに首塚があるそうよ。昔退治したたくさんの鬼の首を埋めて祀ったんだって。そこに今でもたくさんの鬼が集まってくるんだって。もうダメ。もう大丈夫。猫も鬼に食べられちゃうの？迷信よ。鬼なんているわけないじゃん。そういえばこの間の日曜日、お母さんと山菜採りに行ったらタラの芽がたくさんあってね、つい2人で夢中になって気がついたら目の前に池があったの。そのほとりにほら何？珍獣のいない石段下に木の門があるじゃない。あれなんて言ったっけ？鳥のこと？そう、その鳥。ボロボロで今にも倒れそうな鳥がほとりにあったの。気がついたお母さんが真っ青な顔して私の手を取って「帰るわよ」って言って大急ぎで帰ってきたの。あれがその鬼首が池？行ったんだ。で大丈夫だったんでしょ？うん、私は大丈夫だったけどお母さんは帰ってから寝込んじゃった。鬼のたたりやだ。お母さん大丈夫なんですか？うん、一晩寝たらピンピンしてた。なんだ、ただの疲労じゃない。そしてロシミ、その場所知ってるんだ。うん、どうして行ったんでしょう？覚えてないの？だって行きは山菜採りに夢中だったし、帰りは逃げるのに夢中だったのよ。周りなんて見てないわ。鬼に捕まったら大変でしょ。取った山菜全部ほっぽり投げて逃げてきたのよ。それでママを探し出すいい方法がないかなと思って私たちが来たんです。分かった、私たちで探してあげる。でもどうやって？行くのよ、百鬼山に。ともこ、よしみ、私たち3人で。でも子供は行っちゃダメなんでしょ？私たちはもうすぐ中学生よ。子供は卒業。明日は土曜日だから弁当を持っていこう。鬼退治みたい。面白くなってきた。鬼退治？ラムちゃんみたいな可愛い鬼だったらいいけど。見事解決していい記事書きましょう。よしみ、いいよね。分かったわよ。私も行くわよ。じゃあ明日朝9時、校門前の一本杉の下に集合よ。大丈夫。血は止まりにくいけど害はないわ。はい、これで大丈夫。こんな変な生き物がいるなんて、やっぱりこの山は普通じゃないわ。ねえ、やっぱり戻ろうよ。何言ってるの？山びれなんてどこにでもいるよ。私も噛まれたことあるし。そうよ、ともこもあるんだ。私はないわ、図鑑で見ただけ。なんだ。さあ、きっとあと少しで到着よ。頑張っていきましょう。やめない？なんだか怖くなってきた。何言ってんの？鬼なんかいないって先輩たちが言ってたじゃん。ミキ、昨日はあんなに怖がってたのにどうしちゃったの？私たち4月から5年生よ。先輩たちはいなくなるのよ。しっかり後を継がなくちゃ。新聞も探偵クラブも。そのためにも今からスキルアップしておかないと。スキルアップって何？実力をつけるっていうことかな。そんな難しい語よく知ってるね。うちの父ちゃんが最近よく使うのよ。ミキのお父さん英語喋れるんだ。喋れるわけないでしょ。どこで覚えたのか。バカの一つ覚えよ。きっとこの先よ。さあ行こう。あれ、誰かしら。変わった格好してるね。あんたたちどこから来たの？お前らこそどこから来たんだ？私たちはふもと町よ。ふもと町小学校。あんたたちは？俺たちの間はこっちの尾根を越えたところだ。小学校なんて言ってねえ。小学校って？字を習うところだ。そんな本持って何してるの？これか、イノシシが突進してきたらこれで防ぐのさ。イノシシ？ああ、オイラたち仕掛けた罠を見て回ってるんだ。ウサギだったらそのまま捕まえて持って帰るけど、イノシシだったらそうはいかないから、父ちゃんに来てもらってドンと仕留めるんだ。父ちゃんはすご腕の漁師なんだぞ。イノシシがいるの？怖い。大丈夫だよ、最近全然いないんだ。今日も収穫ないさ。お前のことこんな山奥で何してるの？三毛猫を探してるの。赤い首輪した。あんたたち見なかった？知らねえなあ。あいつらも一緒か？あいつら？お前らよりちょっと小さい3人組だ。俺たちのこと鬼だ鬼だって騒ぐから面倒くさくなって食ってやるぞって脅かしたら飛ぶように逃げていったよ。あっち。え、もしかしてミキたち？そうよ、きっと私たちと一緒に来たそうな感じだったもん。あの子たちったら連れ戻すよ。おい待てよ、こんな軽装でいったらマムシに飼われるぞ。マムシがいるの？ああ、うじゃうじゃいるよ。さっきも一匹見た。冬眠から覚めたやつらはここの水場に集まってくるんだよ。あの子たちにはそれを言ってくれなかったの？注意する前に行っちゃったからな。でも少し行ったら行き止まりはすぐ戻ってくるさ。でもおい次郎、お前行って連れて帰ってこい。なんでおいらなんだよ。あんちゃんが行けばいいじゃないか。俺が行ったらまた逃げ出すさ。山の中に入られて大変だ。お前マムシの扱い得意だろ。分かったよ、行ってくる。あんたたちここにはよく来るの？ああ、うちの庭みたいなもんだ。じゃあ、鬼で食わしたことある？鬼？また鬼かよ。なんでお前の鬼の話ばっかりするんだよ。だってここ百鬼だよ。この池が鬼首が池。あの奥に鬼の首塚があるの。昔たくさんの悪い鬼がいて、お侍さんがみんなで成敗したんだって。ふん、百鬼はまあ聞いたことねえよ。うちの父ちゃん、時越山って言ってるけどな。時越山？時を超えられる洞窟がこの山のあちこちに現れるんだよ。めったにないらしいけど、昨日地鳴りがしただろ。あれが合図だって。あんた入ったことあるの？見たこともねえや。あっても絶対近づくなって父ちゃんに言われてるし、でも本当に現れたら入ってみてえな。じゃあその洞窟に入ったら別の時代に生きるの？信じられない。それが本当だとしたら向こうからも来られるってことね。例えば鬼も。やだ、じゃあ鬼って本当にいるかも。どうしよう。あんちゃん大変だ。どうした？あいつらがいないんだ。多分獣道を入っていったんだ。それしか考えられない。なんてこと。お前らはぐらぐられるぞ。獣道って動物が通る道でしょ。そんなに危険なの？イノシシの穴を仕掛けてあるんだよ。人間の挟まれた大部屋だ。ミキたち大丈夫かしら。ここはあの子たちに任せしかないね。うちに戻ってきますように。ところであの子たちの格好変よね。会った時からそう思ってたけど、今の時を超えられる洞窟の話を聞いて思ったんだけど、あの子たち家族って違う時代から洞窟を抜けてきたんじゃない？は？そう言われると。それも未来じゃなく過去。あの子たち過去から来たっていうの？だって言動もおかしかったじゃない。自分家を宿っていたり、学校が字を習うところだって。え、間違ってないじゃん。尾根の向こうに住んでるって言ってたけど、それも変だと思ってたの。何が？だって尾根の向こうは下の谷川まで急斜面よ。そんなところに人が住める？なんで急斜面だってわかるの？行ったこともないのに。地図を見ればわかるわよ。ほらここ。全然わかんない。見てこの等高線。ここが今より池、ここが尾根で、この向こう側は等高線の幅がすごい狭いでしょ。それだけ急斜面ってこと。さすが博学、大したもんね。ともこは何でも知ってんのね。いくら漁師でもこんなとこに住まないと思う。そうよね、漁師なら海の近くに住めばいいのに。は？だって魚取って生活してるんでしょ。不便じゃない。もしかして漁師と漁師を間違えてる？漁師と漁師？漁師は漁師でも山で熊やイノシシを取る人たちのこと、漢字に書くと違うのよ。後で教えてあげる。そうなんだ。さすが天然、お見事。それほどでも。あ、これがその洞窟出現の合図。鬼が来るかも。鳴りやんだ。何も変わってない。ただの地震？首塚のとこはどうだろう。まさか行くなんて言わないでしょうね。ちょっと奥を覗くだけ。何も変わってないわ。そうね。みんな大丈夫だった？怪我はない？怖かった。どうしたの？何があったの？ごめんなさい。先輩たちについてくれなって言われたんだけど、どうしても来たくて、あとついてきちゃったんです。そしたらこの辺で見失って、そしたら鬼が現れて。鬼？本当なんです。その鬼が子鬼だったんですけど。子鬼？子供の鬼です。2匹。その鬼が「食ってやる!」って襲ってきたんです。子鬼がね。嘘じゃないです。だから3人であっちに逃げたんです。細い道があったんで、そこを潜るように入っていったんですけど、途中から道が分かんなくなっちゃって、あっちこっち探してたら来た道も分かんなくなっちゃって、そしたら地鳴りがして。とにかく低い方へ行こうと歩いていると、洞窟みたいなのがあって。洞窟があったの？はい、その奥の方が光ってたんです。あ、いや、光ってたよね。うん、光ってた。あれは鬼の住みかだと思ってそっと逃げようとしたら、突然その穴の方から低いうなるような声がしたんです。うーって。それで走って逃げてきたら、この池のほとりに出たんです。その追いかけてきた子鬼はどうしたの？うまく巻いたんで大丈夫でした。その後会ってないの？はい。あれ？おかしいね。うん。え？どうしたんですか？ううん、いいのいいの。早く逃げましょう。また追ってきますよ。あれ？猫の声だ。本当だ、ミケだ。赤い首輪してる。ももね。待って、みんなで行くと驚いて逃げちゃうかもしれない。でいい、あんた行って捕まえて。なんで私なんですか？あんた生き物係でしょ。そうだけど。でいい、早く逃げちゃうよ。7人10代。もももも、捕まえた。あんたたちももを連れて先に逃げなさい。はーい。よかった、これで一件落着ね。新聞記事も書ける。行方不明の猫、百鬼夜まで発見。そして謎の地鳴りの正体。ダメよ、ここに来たことは書けないよ。叱られるもん。そうか、せっかくの大スクープなのに。じゃあ、なんて書くの？行方不明の猫、炭焼き小屋の裏で無事に保護くらいにしておかないと。そうね、残念だけど。今日のことは他の人には秘密よ。いいね。うん。あの子たちにも言っておかないと。ねえ、私たちどうするの？早く帰ろうよ。待って、あの男の子たちが知らずにまだ探してるかもしれない。見つかったと知らせてあげないと。それにその洞窟気にならない？気になる。見に行こうよ。賛成。探偵クラブとしては見過ごせないわ。そんな。いいよ、よしみは帰ってもともこ2人で行こう。うん、そんなこと言わないで。私も行くわよ。よし、決まり。レッツゴー。できた。こんな感じかな。何トップキスかけたの？それは女子の担当。それは編集後期だよ。そっか、コウタは編集長だもんな。いろいろ大変だ。ああ、それよりユウマ、予行漫画書いてたか？あともう少し。ほら、今4コマ目を考えてるところだよ。どれがいいかな。やっぱりこれかな。一番可愛いし。どれ？これって2匹しか写ってないじゃん。生まれたのは3匹だよ。3匹のひよこが生まれましたって記事なのに2匹でおかしいじゃん。だって可愛いんだもん。りくん、新聞は正確な情報を読者に伝えないといけないんだぞ。そうですよね、コウタ先輩。その通り。俺たちが卒業してもその精神を忘れないで頑張ってくれよ。はい、頼むぞ次期編集長。はいりく、その可愛いっていう写真貸して。僕がイラストで描いてあげる。どこにイラスト入れるの？この生き物係飼育日記の文字の横に隙間ができるからそこに書いてあげる。じゃあ可愛くな。ショー可愛くなかったらボツだぞ。分かってるよ。これが最後の学校新聞か。なんかこう組み上げてくるものがあるね。ん？組み上げてくるものって何ですか？何？だから組み上げてくるんでしょ、何かを。それは何なんですか？それはこう、なんていうか、悲しいのか嬉しいのか、そういう感情がさ、ほら、その組み上げてくるんじゃないよ。こみ上げてくるんだ。感情が急に湧いていて、胸の奥から喉へ突き上げてくるような感覚のこと。そういうこと。ただいまー。あー、疲れた。青いカンナ、どうだった？バッチリ、ちゃんと取材できたよ。本当？なんで？うちの校長、あの顔だろ。それに無口で人を睨むように見るからなんか近寄りにくいじゃん。大丈夫だったのかなって思って。全然ニコニコしながら楽しそうに話してくれたよ。話長いしメモ取るの大変だったよ。信じられん。うちの校長は女子には甘いのさ。カンナ、卒業特集の記事完成させよう。とりあえず取材メモ整理して短くまとめるわ。先輩たち、あと1週間で卒業ですね。いっぺんに4人もいなくなったら僕たち3人だけだよ。寂しくなりますね。学校新聞続けられるかな。お前らの実力合えば心配ないさ。それに先生が新しい5年生何人か連れてくるって言ってたし。うちの小学校の新聞部は伝統あるんだ。誇りを持って頑張れ。どうしちゃったの？ユウマかっこいい。最後ぐらい先輩ずらしたかったんだ。さあ、週明けの月曜日に発行だから各自担当の記事をしっかり仕上げるように。はーい。コウタ、あれはどうする？あれって何？ほら、あれだよ、いつもの「田んぼ我が町」のコラム。ああ、麓町町の探検クラブが身近な画像を解説します。新聞部は仮の姿で本当は探検クラブなんですよね。そうだよ。まともな依頼は来たことないけど。ああ、最後だし何か大きな謎に挑戦したい。ちょっといいかな。おう、あきつか、どうした？君たち探検クラブなんだよな。裏稼業はね、必殺探検に頼みがあるんだけど。もしかして依頼？きたー。探検クラブがどこでも行って謎を解決します。で、どんな依頼？うちの兄ちゃんがさ、大学は春休みで今帰省してるんだけど、昨日友達と山へ釣りに行ったんだって。誰も行かない池だからきっとお盆忘れると思って行ったらしいんだけど、何も釣れなかったんだって。だからどうしたんだよ。そんな話興味ないよな。その先を聞いてよ。その釣りをしている最中にこれを見たんだって。これってツチノコ？うーわ、本当だったらすげえな。写真は動画も撮ったんでしょ。スマホかなんかで。そうだよ、それが見たい。それが撮ってないんだって。どうして？大学生なんだからスマホくらい持ってんでしょ。びっくりして見ているうちに山の中へ入っていっちゃったんだって。なんと世紀の大スクープになるところだったのに。もったいない。そんなに珍しい生物なんですか？日本各地で目撃情報はあるんだけど、まだ誰も捕まえた人はいないの。幻の生物だよ。じゃあ見つけて捕まえたらすごいことになりますね。学校のみんな驚きますね。いや、日本中大騒ぎだ。取材もいっぱい来る。テレビにも出られる。動画配信したら絶対儲かる。それで一緒に探していかないか。僕一人じゃ怖いし、君たちは探検に慣れてるだろうし。慣れてはないけど。もちろん行くよ。そういうことだったら任せて。行こう、私たちで。田んぼ我が町の記事も決まりで、その池ってどこ？それが百鬼山なんだよ。え、百鬼山。お前の兄ちゃん百鬼山に行っちゃったんだ。ああ、百鬼山ってリク知ってる？ああ、母さんが絶対行っちゃダメだって。鬼が出るんだ。鬼？ああ、あの山には鬼がたくさんいてな、人間の子供を食うんだ。子供だけ食べられるの？子供は美味しいらしい。でも鬼って昔話に出てくるだけで本当はいないんじゃないの？ショーのうちはよそから越してきたから知らないのさ。ここには本当にいるんだ。聞いてないか？昔この学校の女子が鬼にさらわれた話。女子3人が山に入って戻ってこなかったんだ。そして1週間警察、消防、自衛隊、そして町の人大勢で探したけど見つからなかったんだ。大事件よね。テレビや新聞で毎日報道されてたんだって。いつの話です？30年くらい前かな。鬼にさらわれて食われたんだよ。いつの？嘘でしょ？作り話でしょ？嘘じゃないよ。うちのお母さんも一緒だったんだから。え、どういうこと？お母さんも一緒に山に入ったの。その3人と。初耳。友達の猫が山に入っていなくなっちゃったんだって。それで同じ新聞部の仲間と一緒に探しに行ったの。その3人新聞部だったんだ。その池で子鬼に見つかって食べられそうになったんで逃げたんだって。ん？子鬼？鬼の子。その途中で鬼の住んでる洞窟を見たそうよ。うなり声が聞こえたので慌てて逃げた。お母さんたちは5年生で見つけた猫を連れて先に逃げ帰ってきたんだけど、後から逃げてくるはずの6年生3人は帰ってこなかったんだって。それが鬼首が池ね。鬼首が池ね。ほとりに首塚があるそうよ。昔退治したたくさんの鬼の首を埋めて祀ったんだけど、今でもそこにたくさんの鬼が集まってくるんだって。鬼滅の刃だ。怖い。炭治郎にやっててもらおう。でもその3人がいなくなったのは本当のことでも鬼はいない。そうなのよ。お母さんそそっかしいから、きっとどこかの男の子を鬼だと勘違いしたのかもね。でもそれってすっげえ勘違い。何よ、うちのお母さんに文句あるの？ないです。で、どうする？え、どうするって何を？ツチノコ探しだよ。うわあ、すっかり忘れてた。行こうよ。捕まえたら日本中の注目の的だよ。僕たち有名人だ。よし行こう。よし行くか。葵とカンナはどうする？もちろん同じく。僕たちも行く。お前たち5年生は居残りだ。なんで？子供は危ないってことだよ。豪太さんたちだって子供じゃん。俺たちは卒業で中学生だ。大人の仲間入りさ。なんか理屈っぽい。まあまあまあ、捕まえてきたら真っ先にお前らに見せるからさ。今回は我慢しなさいね。はーい。でもどうやってその池に行くの？道はあるの？梅杉の炭焼き小屋があるだろ。その村と東北の方向へ登っていくんだって。道は途中からなくなるらしいけど、方角さえ間違わなければ大丈夫だよ。よし、じゃあ明日は土曜日だし弁当を持っていくか。面白くなってきた。見事辻の子ゲットしていい記事書きましょう。じゃあ明日校門の前の一本杉の下に集合。オッケー。ゲット探そうか。そうだな、見つけたら小声で俺を呼んでくれ。こいつで抑えて、こいつに入れる。じゃあ始めましょう。山奥で、ほらあそこ。本当だ、誰だろう。君たちどこから来たの？お前らこそどこから来たんだ？麓町だよ、麓町小学校。君たちは？俺たちのお宿はこっちの尾根を越えたところだ。小学校なんて言ってねえ。小学校って字を習うところだ。そんな棒持って何してるの？これか？イノシシが来たらこれです、防ぐのさ。イノシシ？おいらたち仕掛けた罠を見て回ってるんだよ。ウサギだったらそのまま捕まえて持って帰るけど、イノシシだったらそうはいかねえから、父ちゃんに来てもらってドンと仕留めるんだ。父ちゃんはすごいの漁師なんだぞ。イノシシが出るの？怖い。大丈夫だよ、最近全然いねえんだ。今日も収穫ないっすか？お前らこそこの山奥で何してるんだ？ちの子がこの辺にいてるって聞いたから来たんだよ。ちの子？こんなやつ。ああ、お前らこいつをちの子って言うんだ。あ、見たことあるんだ。ああ、さっきも出よ、すぐそこに。本当か？うん、その辺に言うじゃんけんよ。やったー、この水間に集まってくるんだ。じゃあ早速この俺様が一番に。 おい待てよ、そんな軽装で言ったら噛まれるぞ。え、血の子って噛むの？そうさ、マムシは毒持ってるからな、下手したら死ぬぞ。え、マムシ？俺たちはそう呼んでる。マムシなら知ってるけど、マムシってこんな姿じゃないよね。マムシはカエルやネズミを丸飲みするんだ。するとこんな姿になるんだよ。少しずつ消化されて元の姿に戻るんだ。ということは、お兄ちゃんが見たのはマムシということね。理にかなってる。それがチノコの正体よ。なんてこった。ここにもよく来るの？ああ、うちの庭みたいなもんだ。じゃあ洞窟も知ってる？洞窟？この山にある洞窟、どこにあるか教えてほしいの。父ちゃんから聞いたことはあるけど、俺たちは見たことねえな。あ、じゃあ鬼の話聞いたことある？鬼？ここは百鬼山よ。この池が鬼首が池、あの奥に鬼の首綱があるの。昔たくさんの悪い鬼がいて、お侍さんがみんなで成敗したんだって。鬼の情報を何か知ったら教えてくれない？百鬼山、聞いたことねえな。父ちゃんは時越山って言ってたけど。時越山？今言ってた洞窟の話だけど、時を超えられる洞窟がこの山のあっちこっちにごくまれに現れるんだって。その時地鳴りがするんだよ。え、じゃあその洞窟に入ったら別の時代に生きるの？さあ、じいちゃんとばあちゃんはその洞窟抜けてきたって言ってたけど、そんな話聞いたことねえや。でもそれって自覚がないだけじゃない？おじいちゃんとおばあちゃんってどうしてこんな山に来たの？空襲がひどくなってきたから疎開してきたって言ってた。でもなぜか帰れなくなったんだって。空襲、疎開、どこかで習ったような気が。太平洋戦争終戦が昭和20年。おじいちゃんっていくつだ？去年還暦祝いしたから61歳って計算合わないよね。やっぱり時を超えて未来に来た。そして帰れなくなってこの時代で生きてきた。信じられない。それが本当だとしたら向こうからも来れるってことね。例えば鬼でも。え、じゃあこの山の鬼伝説ってちゃんに叱られる。ゴロ、行くぞ。うん、逃亡あればマムシから言うね。マムシおいしいよ。うえ、マムシがおいしいだって聞いただけでドッとする。でもなんか変なことになっちゃったな。土の子を探しに行っただけなのに正体はマムシだったなんて。でも本当にいるかもしれないじゃないか。いたとしてもそう簡単には遭遇しないってことよ。そして時を超える洞窟、百鬼山の謎の少年、どれにしても新聞には書けないわね。どうして？だって百鬼山に来たことは絶対秘密よ。バレたら親や先生にこっぴどく怒られるよ。そうね、ツチノコ発見だったら炭焼き小屋の裏手あたりでごまかしたけど、じゃあ仕方ない、帰るか。弁当は食べて帰らないの？昼飯はまだ早いな。じゃあせっかくここまで来たんだから奥にある首塚を見ていかない？いいよ。よし、そうするか。うん。例たとえ歴史が変わってしまっても無事戻ってほしい。あの子たちの家族のためにも。そうだな。さて俺たちはどうする？待ってました、ランチタイム。え、待って、今そういう気分？時間もまだ早いし。探検クラブとしてはだな。その洞窟気になるな。確かにこの近くにあるらしいし。気になる。僕気にならないんだけど、それに別の時代行っちゃったら嫌だし。ドラえもんがいれば別だけど、表から見るだけよ、中には入らない。俺も気になる。よし、決まりだ。レッツゴー。